市原秀人夢の扉。皆さんこんばんは、市原秀人です。今回はジャンプっていう子供時代に流行ってた、まあ今も売ってるとは思うんですけど、そのジャンプが通常月曜日に売ってるんですけど、それが日曜日の夜に売ってる場所があってですね、で子供心にその場所に行って、その一日でも早くジャンプを買いたいなっていうのがあって、でお兄さんと相談してですね、夜にこっそりと二人で家を抜けてジャンプを買いに行ったんですけど、そうしたら他にも同じような子供がたくさん並んでて、みんなで和気あいあいと話してたら、トラックに積もれてジャンプがどっさりとこのお店にやってきて、でこう喜びに包まれてこのジャンプを持って家に帰ったんですけど、当然のごとくこんな時間になんで外出てんねんと母親にこっぴどく叱られたっていう、まあ子供の頃の思い出の一つなんですけど、それじゃあ聞いてください。本当の自分です。チキンガーリックステーキの笑わなしゃあない。皆さんこんばんは、バリトン担当の前澤孝明です。テナー担当の川上です。広野さんこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いらっしゃいました。お願いします。みふさん、はるちゃん、男やろこの二人は。もう声だけ聞くとね確かに。いやいや、チキンガーリックの2人ね、はい、昨日はほら震災の日でね、1月17日でしたね、曲上げてね、はい、震災のいろいろやってましたけど、はい、なんかその震災にまじわる、はい、歌、はい、なんかそういうの出してるんやね、はい、今回昨年11月に出した「笑わなしゃあない」っていうアルバムの中で「3体の手紙」っていうのをね、はいはいはい、メンバーの渡辺と浜田で作ったんですけども、実はこの曲はね、まあ、僕が昔学校の先生をしてた時に、ご両親を震災で亡くした生徒さんがいまして、でその話をこう、まあ、バンドのメンバーでいろいろこういうことやったんやって話をしてたところ、ぜひじゃあそのまま曲にするのはあれなので、そういうまあ、お父さんお母さんを亡くされてしまった子供たちに家族の愛の本当にこう素晴らしさとか優しさっていうものを思ってもらえるような曲が作れたらいいねっていう話で、メンバーがね、浜田と渡辺が作ってくれた曲なんです。だからぜひ悲しいなっていう思いは当然あるんですけど、それだけじゃなくって、明日へのね、こう生きるこう意欲が湧いてくるような、いや愛の本当にこう素晴らしさをもう一回確認するような、そんな曲になってるんで、ぜひ、
で、はい、聞いてほしいなと。そうだね、はい、悲しんでばっかりしとっては一つも進めへんもんね。そうだね、やっぱりみんなこうこういうのを立ち直ってね、はいはい、みんな頑張ってるんやからさ、はい、いい歌やね、聞かせてもらおうか。はい、じゃあ、昨年出しました、チキンガーリックステーキのニューアルバム「笑わなしゃあない」の中から、浜田康弘も作詞作曲は渡辺篤で、チキンガーリックステーキ3体の手紙。ママは夜空に浮かぶあの星になった「もう何もいらない」「パパとママに会いたい」「もう一度会いたい」「パパとママに会いたい」山口ひろみの三陸風港、皆さん応援よろしくお願いします。山口ひろみ三陸風港、好評発売中。不思議物語、三部深夜の深夜の三部。三部深夜は二度死ぬ前編です。三部さん、相席いいかね。中華料理屋の大将に言われ、俺は頭を上げずにうなずいた。ビールとラーメンだけでもう2時間もこの店にいるんだが、そろそろ混む時間のようだ。周囲のことも考えず、テーブルの上に広げたノートに向かって俺は深夜の三部の原稿を書いていた。すみませんね。痩せた色白の男がデイバッグをテーブルに置き、向かいの席に腰を下ろす。普段なら食事も終わってることだし、なんとなく罰が悪くなって席を立つところだが、原稿書きに没頭していたので迷惑とは思いながらも重い腰を上げる気にならなかった。物語が仕上がったのはさらに2時間後だった。昼時間が過ぎたせいか、他の客は一人もいなくなっていた。大将も奥に引っ込んでいる。俺とは長い付き合いなので食い逃げされる心配もしてないんだろうな。ちょっと苦笑する。テレビもつけっぱなしで、近所を騒がしていた連続放火魔が捕まったというニュースをやっていた。なんとか原稿が上がったので事務所に連絡するために携帯を取り出そうとした。え、俺はデイバッグを見て目を丸くした。俺のバッグは茶色いはずなのだが、テーブルの上にあるのは真っ赤だ。さっき相席になった男のものだ。間違えて言ったらしい。どうしようか。連絡先でもわからないかと俺はバッグを開けてみた。なんだこれは。携帯も免許証も財布もない。中から出てきたのはプラスチック製の緑色をしたおもちゃのピストル一丁だけ。あの男、何を考えてこんなもの持ち歩いてたんだろう。突然テレビのアナウンサーが新しいニュースを読み始めた。ただいま入りましたニュースです。今日午後1時半ごろ、大阪市中央区の路上で背中に火傷を負った男性の死体が発見されました。所持品により、男性は自称俳優の三部深夜さんと思われ、画面にはさっきの色白で痩せた顔の男が映し出されている。びっくりした。俺は無意識に手に持ったおもちゃのピストルの引き金を引いていた。銃口から黄色い光線が発射され、近くの椅子に命中。バンと大きな音を立てて椅子が燃え上がる。スプリンクラーが回り、ベルが鳴り、慌てて出てきた大将が、三部さん、あんた連続放火魔だったか。来週に続きます。三部深夜の深夜の三部。
来週も楽しみに。